もう2週間近くなるけども治療班来ないんです。もうあまりたまりかねてね、あの石垣兵長に、ね、あのと一緒に本部に連絡になった。私たち の府長さんの上原府長があの糸満の方ですよ。で、あの連絡に来ましたって言って、で上原府長さんが、あ、久田さんだね、私の旧姓久田なんですね、久田さんだね、ご苦労さんでした、あの兵器廠は食べるものも寝るところもなかったってね、このおにぎりをいただいてここに休めない、この大きなおにぎり2つ分にして、で、あの府長さんのベッドに毛布も敷いてくださったのね。ほうでしょ、今まで張り詰めてて飲みとポロポロ落としながらこのおにぎり2ついただいて休んだんですね。そしたらもうそれっきり、私はあの39度までの高熱が出てね、もう兵器廠には戻されなかったわけで、あれはあの5月25日の朝ですね。でその時は私はあれは第一号の多分17号だったと思う、狩俣久佐がいたわけで、5月25日の朝、夕べね、なんか曽根先生がここを回っていらして、入り口は危ないから中入りなさいとおっしゃっていた、中入ろうね、そこまで記憶があるんですね。そしたら誰か助けてくれて、誰か助けてちょう、小さな声がするんですね。変だね、でこの変だねと思ったら、なんか背中も変なんです。で、こう触ってみたらぬるぬる、あ、やられたんだ。その時気がついて、そして鹿沼さん大きな声で言ったでしょうけど、私には噛み泣くような声 で歩いたら、あの歩け、はい、早くみんな本部ごもに集まなさいって急に言われたってね、水筒を持たんといけないね、救急カバン持たんといけない、もううろ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 して間にみんなは出ていった、みんな出ていったよ、あなたも早く行かないと、あ、そうだ、出たんですね。で私たちの方から本部に咲かない、あの坂をお友達が走ってる、すぐ前を敵兵銃撃され、あの弾銃からあの発射されて真っ赤な走ってるお友達の間にピッピッ足元にピッ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 って言えるんですね。いつも驚いてからもう座ってガタガタしながら、あのお友達がもう当たったらどうしようってガタガタしながら見てる、でも誰もやられない傘、あの坂を越して、よかった、しばらくじーっとしてたらもう弾を打たなくなる。その左の足があの土のね、上に上がった瞬間、この左の足パーッと足が折れたんじゃないかねって思ってみたら、傷はない、貫通させてませんね。応急処置をして、私は本部を回りに行って、あのこっち第一学校に来たんです。で来てからで来たら、今度はあの伊原に看護婦がね、傷あの怪我して向こうに残されてる、でその人をあの連れに行って、でもその時にはいつも歩けるようになってたから、あの行ったんですね。でその真夜中、あの何解散命令が出てるけど、で私は解散命令も聞いてない。で私が戻ってきた時にはもうあのそこの第一外科後このみんな出ていて、もうどこにどうして行っていいか分からなかったわけですよ。先生は私も一緒にしてくださいということ で一緒になって、あの骨壺を探してここに入ったんですね。そしたらもう住民から子供から大人から兵隊からたくさんあのあれして、みんなもう疲れきて、翌日の真昼間、アメリカの州兵がね、この、 あの私たちの校の前を行ったり来たりしたの、ちょうど真昼に。そしてちょうど私たちの校を見つけたんですよ、あの上のジャングルに登ってきたんですね、兵隊さんだった。でその兵隊さんがとってもあの親切な方でね、でこの方にいたらあの叶えてくれるかもしれないと思って、兵隊さん、私死なないといけないけれどもね、
あの何でもないから資料であったらくださいませんかって言ったら、これはね毎日の時ね岩根くっつけて一日胸になってれば大丈夫だから、ね、じゃあ、まあ、くださいって言って一つ私で私たち中曽根先生を中心にしてあの13名で資料弾3つ持っていたんですね。これアメリカ兵だよ、もう生まれて初めて見る、早くみんなに知らせなくて反対のみんな入れるところに行こうとした、あの少し離れたところで上山手榴弾で、あのなんていうかもういよいよもう最後だって言ってこの上山手榴弾を抜こうとした、でその線を抜こうとしようとした時に下級生がこれを見たら、あこれで本当に死ぬんだって言った、お母さんの顔がお金がお母さんに会ってから死にたい、これを中先生がすぐそばで見て線を抜くんじゃないぞと出て行ったんですね。そのことは私はずっと後になってこの資料館からができて聞いたんですけれども、私は離れたところで資料館を持って座っていたら、あの中先生が出てきなさい、名前も呼ばれて資料館を置いて出てきなさい、先生がおっしゃるからしょうがないですよね。こっちでバーンと実験すると何も違うところでパーパーパー手榴弾の人を、あの私たちは学生は別の皆さんになって骨になって今こうして生きているわけですよ。で狩俣さんもあのクラブを置き去りにされてどんな人が亡くなっているか分かりないですよね。本当は狩俣さんのことを思ったらもう私はあの今から考えたらあの結局あのあちら一緒じゃなかったかもしれない。でもあんな暗いところでね一人取り残されてるでしょ。どんなにして亡くなったのかなと思った。あのことはもう絶対私はあの時まで言えなくて証言しようにないです。あの時まで言えなかった。でもこの資料館ができてもうこうしてみんなの力も借りてあのでしたから、もう私が言わないと分からないから、あのその時と場所によって狩俣さんのことも話すんですけれどもね、戦争って大変なんですね。何があってもどんなことがあっても絶対戦争だけはあのしてはいけないと思う。だから自分は生き残ったから若い人たちに戦場になったらどういうことになるか、これを分かったら戦争しようという、あの自分の家族がね戦場になったら自分の家族も自分あそういうのになるんですよ。だからみんなが戦場になったらどうなることを知ったら、戦争と戦争はやろうという人はいないと思うから、絶対戦争のない世の中にしていただきたいと思って、あのこうして和な時にはお話しいたしています。